こんにちは、ブルブル人渋谷パルコ店スタッフの岡部です。本日もですね、明日5月13日にベルベル人ウェブストアに掲載される商品を紹介したいと思います。サイズ状態などは、ベルベル人ウェブストアの方にお問い合わせください。詳しくは概要欄の方に載せますので、ぜひご確認してみてください。それでは明日の、お昼14時ですねに掲載されるベルベル人パルコ渋谷パルコ店の商品を紹介したいと思います。まずこちらですね、ジャスティン・ティンバーレイクの T シャツです。裏は無地 でタグがタルテックスボディの M サイズですね。袖がダブルの、裾もダブル、まあ、90年代中頃ですかね。インシンクってアイドルグループにいた時のジャスティン・ティンバーレイクなので、かなり若めのジャスティン・ティンバーレイクですね。お好きな方ぜひです。こちらで7800円と処理です。続いて MC ハマーの T シャツですね。タグがフルーツオブザルブの XL ですね。袖がシングルの、裾もシングル、かなり大きめですね。色が、霜降りグレーの、ボディですね。で、XL なのでかなり大きめです。 XL 僕でも結構ゆったり着れるいいサイズですね。 MC ハマー意外とこれ見ないんじゃないかなと思います。ちゃんとコピーライトとかも入っているのでおすすめです。91年ですね。こちらで 12,800 円と消費ですね。続いて一見何の T シャツか分かんないんですけど、イーグルスの T シャツですね。ホテルカリフォルニアなど有名ですね。イーグルスの94年のツアーです。タグがジャイアントの L サイズですね。袖がシングルの、裾もシングルですね。まあ、ボディの色変わった色してて、で状態もかなりいいですね。あんまり着用感ないです。デッドではないんですけど着用感あんまりないかなと思います。ダメージもなくてコンディションはいいですね。こちらで9800円と消費税です。続いてこれも一見何かわからないんですけど、ナインチネイルズの T シャツですね。タグがオールスポーツタグの M サイズです。で袖が、ダブルの、裾はシングル。ナインチネイルズの99年のアルバムですね。フライジャルっていうアルバムがあるんですけど、その時の、2000年のツアーですね。フラグリティっていう2000年のツアーの T シャツです。まあ、サイズが M なのですごくちょっとタイトめだと思うんですけど、まあ、ジャストできても、まあ、シンプルなのでかっこいいかなと思います。こちらで9800円と消費税です。続いて数字数の T シャツですね。こちら変わったボディですけど、メイド USA のボディで L サイズですね。袖がシングルの、裾もシングルですね。こちらデッドストックですね。まあ、デッドストックなんですけど、ちょっとひび割れがちらほらありますが、まあ、大きなダメージもなく、コンディションはいいかなと思います。お好きな方ぜひです。こちらで 25,800 円と消費税ですね。続いてジャニス・ジョプリンの T シャツですね。タイダイ、青と緑のタイダイのものですね。バッグがこんな感じです。でオニータタグの XL ですね。袖がシングルの、裾もシングル。ザ・ヒッピーのヒッピーカルチャーかなっていう T シャツですね。まあ、タイダイだと、まあ、な結構小穴とかもまあまあそんな目立たないかなっていう感じですね。ちょこちょこあるんですけれども、タイダイだとそんなに目立たないです。で夏なんかぴったりかなと思う T シャツですね。こちらで 15,800 円と消費税です。続いてブラックサバスの T シャツですね。裏面がこちら、クロニーズの L サイズですね。
袖がダブルの、裾もダブル、まあ、90年代これも中頃ぐらいですかね、コピーライトが97年って入ってますね。まあ、一見すごいハードめなデザインかなと思いがちなんですけど、まあ、悪魔がいて、まあ、後ろも悪魔いて、ブラックサバスで、ちょっとクスッと笑えるのがここにオジオズボンがちょこっといます。ちょっと可愛らしく写ってますね。すごくおすすめです。 L なんで、まあ、僕でちょっとジャストぐらいかなっていう感じです。大きめの L ですね。汗感もないし状態はいいかなと思います。こちらで 15,800円と消費税ですね。続いてザ・キュアの T シャツですね。まあ、フロントにロバート・スミスいて、後ろに、歌詞ですかね、96年のアルバムのトレジャーっていう曲が、アルバムに収録されてるトレジャーっていう曲の歌詞がプリントされてます。非常にかっこいい、デザインはすごくいいと思います。ワイルド・オーツタグの XL ですね。で、袖がシングルの、裾もシングルですね。 XL なのでかなり大きめです。まあ、キュアの中でも結構かっこいい T シャツかなと思います。デザインいいですね。裏面両面すごくいいプリントだと思います。こちらで 19,800円と消費税です。続いてピンクロイドの T シャツですね。ピンクロイドワールドツアー94の T シャツです。タグがブロッカムタグの XL ですね。袖がシングルの、裾はダブルですね。ブロッカムのタグだと結構、ブロッカムのボディだと結構ボックスシルエットなので形はすごくいいと思います。身幅広くて着丈がそんなにないかなっていうボディなので、プリントもすごく可愛らしいし、ディビジョンベルのプリントですね。ピンクフロイドこちらで 25,800円と消費税です。で、続いてはマットハディの T シャツですね。裏面は無地です。タグがヘインズの XL ですね。こちらまだノリ残ってるんで、おそらくデッドストックだと思います。袖がシングルの、裾もシングル、かなりプリントすごくかっこいいです。あと、まあ、ちょっと注目すべきはコピーライトに93年タイっててバックステージパスっていうのが入ってるんですけど、これだとカナダで売られてた時のライセンスのコピーライトになりますって言われてますね。ちょっと断言しちゃダメかな。でもプリントすごくかっこよくて、まあ、サイズもいいのでかなりおすすめです。僕でもゆったり着れるいいサイズだと思います。デザインめちゃめちゃいいです。こちらで39,800円と消費税ですね。パルコ店の商品は以上です。こちらですね、紹介します。まず T シャツ、こちらミッキーの T シャツですね。こちら80年代頃のディズニーランドで売られた当時のオフィシャルのタグになりますね。 L 表記でアメリカ製になります。で、まあ、定番ですね、こちらのミッキー。ちょっとひび割れてるやプリントで、まあ、これから徐々にひびがどんどん割れてきていい感じになってくると思います。L 表記、僕でちょっと緩いからのサイズ感ですね。ただまあ需要あると思います。定番のミッキーですが、逆に今っぽいんじゃないのかなと思います。はい、こちらのミッキーの T シャツがお値段5,800円に消費税です。続いてこちらスヌーピーの T シャツになりますね。スヌーピーがいてコピーライターしっかり入ります。で、アーテックスボディになりますね。こちら巻きタグなので、こちら80年代頃のものですね。ミディアム表記の 100% コットンですね。まあ、程度かなりいいです。ほぼもう数回くらい洗った程度のコンディション、ミントコンディションですね。僕だとちょっと小さいんですが、まあ、サイズある方多いんじゃないでしょうかね。こちらのミッキーのリンガーティーっていうんですかね、お値段がこちら、ですね、5,800円に消費税になります。続いてカリフォルニアの、ラグランスリーブのものになりますね。ちょっとタグは欠損していますが、こちらラバープリントでカリフォルニアのアーチロゴ、めちゃくちゃいいと思います。おしゃれですね。ちょっとペンキ飛びのようなものはあるんですけれども、これもまた雰囲気といったところじゃないでしょうかね。まあ、ここがこういうカット入って、まあ、女性の方などさらっと着たら可愛いんじゃないでしょうかね。カリフォルニアっていうロゴなかなか出ないと思いますよ。西海岸のプリントなかなかいいですね。こちら5,800円に消費税です。続いて、プーさんとティガーの T シャツです。こちらがタグが、はい、あまり見ない
タグですね。こちらがサイズ表記が M になるんですけれども、こちらのまあ2枚タグ、フルーツオブザルームの2枚タグですね。はい、こちらは裏は無地になります。程度はいいですね。 M 表記なのですが、フルーツのこちらの90年代ですね、年代気持ち大きめです。着丈は長いですね、まあ、僕で少しゆったりするくらいのサイズ感。こちらティガーとプーさんの T シャツ、喧嘩してる？喧嘩はしてないか、喧嘩はしてないですね。はい、お値段がこちら5800円に消費税です。続いてまたプーさんの T シャツです。梅雨なんですかね、まあ時期的にはもう梅雨入るんで、プーさんとピグレットかな、梅雨の T シャツ、こちらのタグがつきます。オフィシャルですね。で 1XXL ってことなんでしょうかね、気持ち身幅、まあ、僕だと結構大きいんですが、ここら辺ショーツなどで合わせていただいたらかっこいいんじゃないでしょうかね。裾ともに袖裾ともにダブルステッチになります。こちら、まあ、90年代頃のものでしょう、アメリカ製になります。こちらお値段が6800円に消費税になります。続いてこちらフランケンシュタインの T シャツになりますね。90年代頃のもので、こちらのフランケンシュタイン、あの当時あの初期のフランケンシュタインのものだと思います。ボリス・カーロフって俳優がやってるフランケンシュタインですね。でこちらのタグ2枚タグ L 表記になりますね。でメキシコ製になります。で後ろは無地ですね。なんかフランケンシュタインとかの T シャツって結構ね出てこないですよ。でかなり辛いじゃないですかこれ。まあ、その袖口と裾をともにダブルステッチではあるんですが、90年代後期から2000年くらいにかけてのものだと思います。こちらボリス・カーロフのフランケンシュタインの T シャツがお値段15800円に消費税ですね。かなりコンディションいいです。続いてこちらハリーポッターの T シャツになるんですが、こちらですね、オフィシャルのタグがついて、映画というよりかはアニメゲームのものなのかな、100% コットンの XL 表記になります。でこちらメキシコ製になりますね。でブラウンベースのボディにニンバス2000っていうね、2000とハリーポッターがこれ乗ってるほうきですね、クディッチの時のものなのかなこちら。はい、まあハリーポッター好きな方多いと思いますし、これかなりディズニーなどもそうですが、ハリーポッターだったりマーベルです、ここら辺の T シャツがかなりアメリカで相場上がってます。まだそこまでその日本での支持はされてはいないんですけれども、ハリーポッターだったりとかマーベルもどん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 値段上がってくると思うので、まあ、そこまで値段が上がらないうちにぜひ行ってほしいと思います。15800円に消費税です。サイズも大きめなのでおすすめですね。こちらはで、はい、好評いただいております。シリアルキラーの T シャツですね。こちらタグ触ってわかると思うんですけれども、デッドストックのコンディションになりますね。メイドイン USA の L 表記。先日こちらのチャコールグレーのバージョンを出させていただいたんですけども、すぐ売れてしまいました。まあ、こちらケープフィアの、まあ、ロバート・デ・ニーロのグラフィックですね。このアイロンプリントなんですけれども、洗いかけて乾燥機に入れていただいたら、あの徐々にひび割れているよプリントになっていくので、その経年変化も楽しめるという、デッドストックからなかなか着ることもないんじゃないでしょうかね。こちらでお値段29800円に消費税です。続いて、まあ、ムービーティーで言ったらここでもかなりスペシャルなんじゃないでしょうか。こちらナチュラルボンキラーズの T シャツになりますね。でしっかりコピーライトが入っていて、94年のものになりますね。コピーライトが入ってます。でヘインズのこちらの XL 表記ですね。まあ後ろは無地になります。まあ、ナチュラルボンキラーズもかなりいろんなグラフィックがあるんですけれども、これがまあ一番シンプルで着やすいデザインだと思いますね。監督がオリバーストーンで、原作がタランティーノというね、最高のタッグのナチュラルボンキラーズですが、こちらはお値段59800円に消費税です。これもなかなか入荷が少ないアイテムなので、ぜひ行ってほしいと思います。続いて定番ですね、ファイブブラザーのネイルシャツになります。黒赤の配色、一番王道ですね。 L 表記ですね。こちらの三角タグ、80年代頃のものなんじゃないでしょうかね。 L 表記僕で気持ち緩いんですが、ちょっと大きめでザクッと着る感じで、今みたいな薄めのデニムで合わせてもかっこいいんじゃないでしょうかね。程度はいいと思います。ここら辺はコンディション厳選して買い付けておりますので安心してください。こちらお値段が6800円に消費税です。これもいいですよね、ラルフローレンのボタンダウンの BD シャツになるんですけれども、 100% コットンのものになりますね。で M 表記、まあこの年代のラルフローレンなので M 表記ではあるんですけれども、かなりサイズは大きめです。ただここら辺はもう大きめにザクッと羽織るくらいかっこいいんじゃないでしょうかね。後ろセンターにプリーツが入っていて、こちらもコンディションはかなりいいです。まあ、ポケットがついてないタイプで、スモールポリの刺繍が入る、一番使えるアイテムなんじゃないでしょうかね。こちらがお値段5800円に消費税です。続いてこちらは60年代頃のものになると思います。ウエスタンシャツですね。メイン100のウエスタンシャツ、こちらのだけがつきます。ちょっとサイズ表記がもう見えないんですけれども、おそらくまあ14ハーフ15ハーフくらいのものだと思いますね。
僕でどうですかね、ピタッとするくらいのサイズ感でしょうか。で後ろにこちらチェーンステッチが入るものになりまして、サドルクラブっていうね、かっこいい、まあ、赤のステッチでちょっと退色してますね。でボディ自体は白ですのメイン100で、ここ第一ボタンだけが掛けボタンになりますね。はい、こちらもかなりいいウエスタンシャツなんじゃないでしょうか。12,800円に消費税でいいです。続いてこちらがペニーズフォアモストのデニムシャツになるんですけれども、こちら見てください、フルスナップなので、先ほどのものはこちら掛けボタンだったんですけれども、フルスナップってことはフィフティースですね。古いウエスタンシャツはあの第一ボタンまでフルスナップになっております。ただちょっとここが隠すの部分がですね切り上げられていて、ちょっとあの上がっちゃってます。ただですね、ウエスタンシャツってなかなか、もう僕は基本的にロールアップして着るので、もうなんならセルフロールアップ、もうちょっとこれもワンロールしてもらうくらいで、もうどうですかね、こんな感じで着ればかっこいいんじゃないでしょうかね。しかもまあこの色の濃さから着れるってことはなかなかないと思います。他程度自体はかなりいいです。このマッコン状態からフィフティースのフォアモストのウエスタンシャツ着れることないと思いますよ。お値段こちら 17,800円に消費税です。安いと思いますこれ。じゃあラッセルの90年代のタグになりますね。で直近調されちゃってます。ネイビーですね。ネイビーが全体的にフェードがかかっています。まあ50/50ポリコンの素材になりますね。まあただ一番使えるんじゃないでしょうかね。まあその大きすぎず小さすぎずのボックスシルエットで、今っぽく羽織るには今回のシルエット、今回の素材感が調子いいみたいなところありますよね。はいですね、こちらがお値段5,800円の消費税になります。続いてこちらヴィンテージスウェット、おそらくセブンティース頃のものだとは思うんですけれども、ちょっとタグは欠損しています。でトリコロールカラーでもザ・アメリカンって感じですね、こちらは。はい、で染み込みプリントで星が入って、こちらも染み込みプリントですね。で綿100ではね、ちょっとポリが噛んでる感じですかね、まあ、コットンとポリエステルの配合のものになります。サイズ表記で言うと、まあ、L 表記くらいのものだったのかなと思います。こちらもまあボックスシルエットで今っぽく消えると思いますね。お値段がこちら7,800円に消費税になります。続いてこちら90年代のチャンピオンのものになりますね。定番のこちらの青タグになります。で L 表記で、あの刺繍で筆記手でロゴが入るタイプになります。で前部になります。ネイビーコンディションはかなりいいと思いますね。こちらもやっぱりリバースと違ってボックスシルエットで消える、ちょうどいい今っぽいサイズ感で羽織れると思います。まあこういう感じで、これレギュラーの501なんですけど、90年代90年代みたいな、もう本当にこんくらいが一番リアルなんじゃないかなって最近なんかだと思いますね。コンディションはかなりいいです。お値段がこちら6,800円に消費税になります。続いてこちらヘルスニットのスウェットになりますね。 L 表記ではあります。でコットンポリエステルレーヨンの配合で、 L 表記ではあるんですけれども、多少縮みがかかっていますね。僕だと小さいくらいです。僕ちょっと着丈がねかなり短くなってはいるんですけれども、まあレイヤードするなり、まあ、女性の方なので、まあオリジナルで紐がついているので、なんかこれもまた嬉しいですよね。嬉しいオプションみたいな。ちょっとですね、ところどころあるんですけれども、そこまで気になる程度のものではないのかなと思います。こちらお値段6,800円に消費税です。続いてこちらはヴィンテージですね。60年代頃のものになります。タグは申し訳ないです、欠損しているんですけれども、コーネルのラバーの3段プリント、かなりいいんじゃないでしょうかね。ちょっとですね、スレだったりとか、ここちょっとダメージだったりね、ちょっとところどころあるんですけれども、まあ、そこまで気にならないんじゃないかなと思います。まあ、リブも長いですし、まあ、60年代のヴィンテージスウェット、サイズ感でいうと僕だと着丈は気持ち短いですが、まあ、レイヤードなどしていただければ全然着用できると思います。お値段が 12,800円に消費税です。続いて本日もリバースを5着ですね紹介します。こちら、はい、ラバープリントのものになって、トリコタグの XL 表記ですね。でちょっと擦れてはいるんですけれども、まあ雰囲気系の一着、ラバープリントですね。青のラバープリント、トリコの XL なので僕だと大きいんですが、まあ、こちらも需要あるサイズなんじゃないでしょうか。はい、お値段がこちら9,800円に消費税です。これいいですね。刺繍タグのダブル XL になります。こちらがで紫の割れてるよプリント、これ結構なかなか雰囲気ありますね。まあ染み込みはもちろんいいですけど、この割れてるよプリントの雰囲気、なかなか今後どんどん上がってくるんじゃないですか。人気出てくると思います。ダブル XL ちょっと気持ち大きいんですが、まあちょっといつもより一発サイズ上げて着るのもいいんじゃないですかね。ちょっとイメチェンじゃないですけど、
はい、イメチェンしたい方ぜひおすすめです。9800円に消費税です。続いてこちらピンクのクンピーリバース、いっちゃいましょう。 XL 表記になりますね。でコンディションはかなりいいんじゃないでしょうか。特にこれといって目立ったダメージなどはないです。クンピーですね。このデニム、薄めのデニムなんかと合わせてもかっこいいんじゃないでしょうか。まあ女性の方などもおすすめです。12,800円に消費税です。続いてこちらはなんかロイヤルブルーといったところでしょうか。こちら刺繍だけの XL になるんですけれども、かなりコンディションいいですね。綺麗になります。ここまでの程度のものはなかなか出てこないんじゃないでしょうかね。まだ生地も張りがあっていいですね。まあ XL 僕だと大きいんですけれども、こちらロイヤルブルー、なんか定番の青とはまた違った青、いいですね。9800円に消費税です。続いてまあド定番ではありますね、このグレーもう、はい、こちらはあトリコタグだ、いいね。 XL 表記のトリコタグもう今日まさに、ね、この感じでいいのかなっていう、本当にレギュラーのデニムにこれが一番リアルでロックなのかなって感じしますね。コーナーちょっとピンホール空いてるんですけども、そこまで気にならないと思います。まあ、トリコタグのね、いいですね。XL 表記こちらは9800円に消費税です。もう何でもない感じが一番かっこいいなってなんか思わせてくれる一着。続いてこちらフルスナップのものですね。刺繍丈90年代の L 表記、ちょっとですねこちらブリーチとビネオのものがあるんですけれども、まあね、そこまであんまり気にならないのかなっていう印象です。色で言ったらワインレッドってところでしょうかね。こちらです。で、はい、スナップも、ね、数々いろいろあるんですけれども、こちらの C マークが入るタイプ、無刻印のものもありますよね。 C マーク、はい、こちらがお値段9800円に消費税です。バンダナ三種盛りといったところでしょうか。上バナ、ラングラー、しかもこれ下バナになります、はい、じゃあまずこの上バナの像さんから開いていきますね、まあ、こんな柄です、はい、こんな柄ですね。これ1枚目です。続いてラングラーいっちゃいます。ラングラーが、はい、ちょっと待ってくださいね。ラングラーがこんな感じの柄です。まあドットおしゃれですよね。ちょっとサビ汚れのようなものはありますか。はい、最後下花さん、下花像さん、こんな柄ですね。はい、いいですね。下花像さん、これが一番年代で言ったら古いですね。はい、こちら3点セットで6000になります。バンダナ3種も6000になります。続いてですね、こちらコーチバッグになるんですけれども、まあ、定番のこちらコーチバッグになりますね。サイズ感で言ったらこんな感じです。まあ女性の方だとさらっとねピクニック行く時ならどうでしょうか。でちょっと見てほしいんですけれども、これちょっとわかるかな、わかんないな、これなんですけれども、表記がメイドインニューヨークシティって入ってるので、これは古いやつです。メイドインニューヨークシティの刻印は基本的にそのソーイングユナイテッドステーツとか入るタイプなんですけれども、このメイドインニューヨークシティの表記が入るのは古いです。おそらく80年代以前のものだと思われますね。こちらのコーチバッグがお値段7800円に消費税です。これかなりおすすめです。なんか触った感じもちょっと古いなって感じしますしね。もうオイルアップしていただければまだまだ使える一つのアイテムとしてね、ぜひおすすめです。これ続いて、ピーコートになりますね。こちらが40年代頃のものでしょうか。点ボタンですね、いわゆるボタンが10個ついてる点ボタンのタイプで、これ裏地がかなり綺麗です。だいたいこのすれ木っていうかここの部分、袖口の部分が破れてるもの多い中、かなりコンディションいいですね。でウールの得意のその虫食いなどは一切ないです。かなりコンディションいいものになると思いますね。40年代のこちらのピーコートがサイズ感で言うとどうだろう、ちょっと僕だと大きいので40から42くらいだと思います。お値段が19,800円に消費税です。続いてこちらカデットコートになります。 USMA86 と入りますね。で、はい、タグがこちらついてます。 38-L ロングってことでしょうかね。カデットコートウエストポイントですね。でジッパーがこちらフードが割れるタイプになって、スコービルジップ使ってるんですけれど、無刻印のタイプってなかなか、これも珍しいですよね。なかなか見ないと思います。38、まあカデットコートなので僕だと気持ちサイズ感は大きいんですが、まあ定番で一番まあ使えるこの黒のウールのジャケット、なかなかクールだと思います。お値段がこちら19,800円に消費税です。続いてこちらマイティマックのコーデュロイなんですかね、コーデュロイマッキーのジャケットなのかな、タグがすいません、
こちらつきますね。はい。でくるみボタンになります。で裏地でいったらちょっと待ってくださいね。裏地もかなりいいですね。この赤っていうのがまた入ると思います。なんか裏地はナイロンなんですね。こちらがサイズ表記がこちら38になります。マイティマックはサイズ表記ここにつかないんですよね。ポケットにつくのがマイティマックの特徴ですね。このマッキーのジャケット、ちょっとカートコバーンに酔わせるような感じですね。ちょっとこれにボロボロのジーンズなど履いたら決まるんじゃないでしょうかね。こちら38表記12,800円に消費税です。ちょっとグランジっぽく落とし込めるのもかっこいいんじゃないでしょうかね。続いてこちら80年代のアディダスになりますね。アディダスのこちらメイドイン USA 表記、サイズが L 表記になりますね。小豆色の ATP ジャケットの、ちょっとここも色がクリーム色になっててツートンになっててかっこいいと思います。まあ、サイズ大きいものがなかなかないんでね、ここら辺の小さいちょっと縮んだ M 表記のものが多い中、こちら L サイズでサイズもしっかり残っているこの小豆色のジャケット7,800円に消費税です。これもなんか安いなと思いますね。続いて定番 D のウエスターナーになりますね。でサイズ表記がこちら38レギュラーになりますね。品番で言うと 100J になります。で後ろにステッチが入るタイプですね。ネバダ、はい、です1864-1964っていうね、なんか100周年記念とかそういったノリで作られたものなんでしょうかね。はい、こちら僕でちょうど身幅って肩幅はジャストサイズだと思います。ただ着丈がまあもともとこういう作りなので小さめですが、まあ、タックインして着ていただいたりするとかっこいいと思います。お値段が49,800円に消費税になります。続いてこちら90年代のリーバイスのジャケットになります。タグこのデカタグになりますね。でメイドインメキシコの L 表記になりますね。この90年代メキシコ製あたりのこの変形ジャケット、まあおそらくこれ A2 ジャケットあるじゃないですか、ミリタリーの A2 ジャケットをデニムに落とし込んでっていうアイテムだと思うんですけれども、この中の裏地の、まあ、フランネル使ってるんですけれども、こういったネルチェックがおしゃれですよね。またちょっとチラッと見えるくらいがかっこいいと思います。まあ程度で言ったらかなりいいと思います。この90年代のボックスシルエット、細身のパンツと合わせていただけたらかっこよく着れるんじゃないでしょうか。12,800円に消費税です。で続いてこちら定番70505ビッグになりますね。でちょっとエリーなどがパンクしています。でちょっとところどころねこういった穴とあるんですけれども、まあ、これもまたグランジっぽく着るとかっこよく決まるんじゃないでしょうかね。まあ中に僕みたいなこのオレンジの T シャツとかもかっこいいと思いますよ。サイズがおそらくまあ38インチくらいだと思います。こちらがお値段19,800円に消費税です。しっかりすみません、ちょっとびっくりです。しっかりびっくり。続いてこちらフィフティースのものデニムジャケットになるんですけれども、こちらの丈がつきますね。はい、でインチで言ったらサイズ表記、ノアさんどんくらいですか。42くらいは全然ある、ね、42くらい僕で多分全然ゆるく着れるくらいですね。フィフティースのセカンドタイプのものになります。やっぱりリーバイスとかのセカンドタイプって言ったら値段やっぱり結構ねちょっとなーっていう方はもうぜひおすすめです。でちょっと寄ってもらっていいですか。これがカーボーイの刻印が入るんですよ。こういったこのボタン、カーボーイボタンおしゃれですよね。でちょっとここなんかもおしゃれじゃないですか。2つボタンがついててっていう。で、オンスは薄いですね。ただまあ色落ちがかなり綺麗です。色残り7割くらいといったところでしょうかね。はい。まあ、新地バッグなどはついてないですね。こちらのセカンドタイプのジャケットですね。お値段が39,800円に消費税です。サイズも大きいですね。おすすめです。こちらはまあ60年代の、まあ、アーミー1のですね、ジップのタイプになります。でウエストが実寸で30インチ、レングスが31インチくらいというところでしょう。32インチくらいあるかな、3032くらいのサイズ感、まあ、コンディションで言ったら悪くないですね。レングスもオリジナルですし、これといったダメージは特にないですね。まあ定番ではありますが、はい、ぜひ、まあ、合わせやすい1本なんじゃないでしょうか。こちらがお値段7,800円に消費税になります。続いてこちらリーバイスの519ですね。定番の519、ジッパーこちら42タロのタイプなので一発古いタイプですね。でスモールEが、はい、しっかりつきます。白タルですね。実寸でこちら、はい、ニック33ですね。ちょっとレングスは長いんですが、もう切りっぱなしにしてもかっこいいと思いますし、あのもう裾上げちゃっても全然構わないと思います。こちら色といったらバーガンディといったところでしょうかね。コンディションはかなりいいです。お値段がこちら6,800円に消費税になります。
続いてこちら501ブラックの後攻めのタイプになります。パッチ表記がこちら3432ですね。3432の実寸で3231になっております。まあ、このブラックの色落ちした感じもかなりかっこいいですよね。これこそ僕だったらキリッパにして履いちゃうかなって感じです。この黒の体色のグレーの感じがまたなんといっても、なんとも言えないこのまた味を出しているという、はい、ちょっとスレッドはあるんですね。はい、スレッドはあるんですけどこれもまた雰囲気といったところなんじゃないでしょうか。はい、こちら後染めのタイプになりますね。お値段がこちら7800円に消費税です。続いてヴィンテージデニム、こちらは501の、まあ、66ですね。で66なのでもちろんシングルステッチでスモール E がつくタイプになります。パッチはちょっと表記取れてはいますが実寸でこちら33ニックになります。縦落ちがかなり綺麗でこのグランジっぽいこの加工も何とも言えないですよね。ちょっと雑なリペアがいい一本で、レングスオリジナルなんだ。レングスオリジナルですね。はい、でちょっとダメージだったりはあるんですけれどもこちらリペア、ホワイトのね僕結構好きで、でこれよく見ていただけたらちゃんとヒゲとかも入ってるんですよね。かっこいい一本。これはグランジっぽく夏白 T なんかで着ちゃってもいいと思いますし、秋冬になったらモヘアなんか着ちゃったりねしてカートコワンっぽく落とし込んじゃうっていう一本。こちらお値段50166シングルが25,800円に消費税です。33ニックです。サイズ合う方も多いと思います。続いてこちらはですね、501の66になりますね。こちらもちょっとタブは欠損しているんですけれども、もちろんこちらシングルステッチになります。で、まあこちらの、はい、501の上にちょっとねパーって文字が小さく入るんでこちら501の66のシングルになりますね。で実寸でこちら35ニック、これもまた結構ゴールデンサイズなんじゃないでしょうかね。35ニック、色落ちもかなり綺麗ですし縦にもしっかり落ちてます。でちょっとすみません言ってもらっていいですか。でレングスはオリジナルなんですよね。まあもちろん耳ついきます。はい、レングスはオリジナルでパッカリングも綺麗に出ています。で股のスレッド特にないんですよね。かなりいい一本だと思います。でリペアもパートざっくり見た感じリペアが入ってないですね。これかなりいい一本だと思います。触った感じの生地の張りもしっかりありますし、まあお探しの方多いんじゃないですかね。35ニック3631とかの縮みなんでしょうかね。こちらがお値段39,800円に消費税になります。続いて最後にこちら506 WX のものになりますね。で実寸でこちら42インチくらいのものになります。でこちらスライドバックレなのでまあ50入っておりますね。ただまあこの色残りもまあいいですし袖のところのヒゲ蜂の巣もかなりかっこいいですね。まあ、赤タベもしっかりついてますしもちろん片面ですね。でプリーツの抜けところどころあるんですけれども、まあ、千葉の YM ファクトリーの三浦さんに頼んでもらえばもうこんなのちょちょいのちょいなんでかなりいい答えだと思います。ある程度ねここまでサイズ感が残ったものってなかなかもう出てこないのでちょっとまあリペアはその襟の部分叩かれてはいるんですけれどもかなりいい答えだと思います。はい、僕で合わせてこんくらいのサイズ感ですね。ちょうどいいサイズ感、ほんと需要あるサイズだと思います。スライドですね。はい、かなり色も綺麗に残っております。なかなかここまでの答えが入ってくることも少ないのでお探しだった方はぜひね行ってほしいと思います。本当に値段がかなり上がっているのでもう今が狙い目だと思います。探されてた方はぜひ早めに行ってほしい一着だと思います。こちらお値段が398,000円に消費税になります。僕はアンドベルベレジュの方に立っているのでお待ちしております。